起きてた。おはよう。メッセージを送ったのに返事ないからさ、電話しちゃった。ああ、実は今ダンスの練習してんだけど、スマホに入れてた曲のデータ、なんか抜けててさ。1曲目と5曲目、今送ってくんない？サンキュー、助かるよ。オフだからだよ。ってことでよろしく。待ってるから。あれ？どうしたの？もしかして、なんか仕事の話とかあった？え？マジ？つか、ポテトもあるし。汗かいたからちょうどしょっぱいの食べたかったんだよね。はぁ、じゃあちょっと休憩。ありがとう。来てくれてすっげー嬉しい。てか、オフなのにここ来てよかったの？そっか。なんか照れるな。この曲、踊りやすくてすごい好きなんだよね。リズムに乗りやすいっていうか。ちょい振りのタイミング変えてたの、見てた？こういう振り付けにしちゃうと、アルティウスっぽくなくなるんだけどね。特に、ヘッドスピンみたいなパワームーブはみんなできないからさ。普段は絶対入れないようにしてるんだ。でも、たまーに踊りたくなっちゃうから、そういう時は、一人でここに来て踊ってるんだ。ああ、でも、みんなでゴリゴリのパワームーブ決められたら気持ちいいだろうな。実はさ、俺、昔ストリートでブレイキン踊ってたんだよ。うん。意外？あそこを見てたんだ。嬉しいな。昔さ、ストリートで踊ってた時は、こうやってパワームーブで競い合ってたんだよ。でも、あの頃は怪我ばっかしてたな。ほら、ウィンドミルとかヘッドスピンとか、
失敗すると顔面から行くしさ。もともとブレイキンは喧嘩代わりに発展したダンスらしいからね。危ない技が多いんだよ。だからやっぱみんなにやらせるのはなしかな。天下のアルティウスに怪我させちゃやばいしさ。一人でたまーにやるぐらいでいいや。ありがとう。え？すごいタイミングだな。いや、それがちょうど今俺がストリートで踊ってた時の仲間から連絡が来たんだよ。うん。噂をすればってやつなのかな。ほら。隣駅の高架下。そこでよく子供の頃踊ってたんだ。でも、俺がスターライトプロダクションのオーディションに受かってから行かなくなっちゃってさ。連絡も、もう何年も取ってなかったんだ。だから俺のことなんか、忘れてるって思ってたのに。え？どうして？華やかで、かっこいい。俺のことを、そんな風に思ってくれてたんだ。でも、あいつらはそんな風に思ってないと思うな。俺がアイドルやってるのだって、知らないような奴らだしさ。オーディション受けることを言わなかったんだ。アイドルとかには興味ないような奴らばっかだったし。アイドルとしてのダンスは邪道だとか言ってくる気がするんだよね。ストリートこそ最強って感じでさ。でも、みんな本当にいい奴なんだよ。踊った後とかに、俺によくラーメンおごってくれたし。楽しかったな。みんなで同じ曲を即興で踊ったり、バトルに出たりしてたの。今日の夜か。ちょうどオフだし、ちょっと覗いてみよっかな。あ、そうだ。よかったらあんたも一緒に行かない？もちろん！俺のバチバチのダンス、あんたにも見せてみたいし。それにさ、あいつらにも、今の俺を見せたいんだ。幸せなんだって。だから、一緒に行こうよ。
でさ、結構ごつい見た目だけど、二人ともいいやつなんだ。ダンスもすごく上手くってさ。特に、ヤスってやつは教え方が上手くて、俺にいろんな技を教えてくれてたんだ。ああ、会うの久しぶりだから、楽しみだな。あ、いたいた。おーい、タク、ヤス。当たり前じゃん。俺を何だと思ってんだよ。お前らも、まだ踊ってるんだな。この子は俺の今の仕事仲間。ちょうど一緒にいたからさ、連れてきちゃった。違った？忘れてたのかよ。変なの。え？嘘？お前らアルテウス知ってんの？テレビとか見ないのに？なんだよ、めっちゃ最近じゃん。は？踊るんじゃねえのかよ。踊るって言うから来たんだろ。お前らにその気がないなら帰るから。そうだな、帰るよ。は？どういう意味だよ。やめろ。
やめろよ。どうしてそんな写真があるんだよ。何の話だよ。何言って。ダメって、なんでだよ。こいつら、俺を脅迫してきたんだ。こんな奴ら、殴ったっていいだろ。違う。俺は。の、おかえり二人とも。一緒に出かけてたの？そっか、そんなことが。うん、わかった。じゃあ連絡があったら対応しておくよ。ごめん、ヒカル。気にしないでって。こういうのを対応するのもマネージャーの仕事だからさ。
だからみんなに俺の名刺を持たせているんだし、謝らなくていいって。リアンは悪くないよ。むしろ喧嘩にならなくてよかった。一緒にいてくれてありがとね。ほら、それよりご飯食べようよ。今日はフィンがビーフシチューを作ってくれたんだ。俺はいい。大丈夫だよ、大丈夫。ちゃんと俺がフォローしとくし、俺もちゃんとプロに相談しておくから。とにかくお疲れ様。機転を利かせてくれて助かったよ。どうしてだよ。なんであいつら、あんな風になっちまったんだよ。くそ。もう考えるな。あいつらのことなんか考えるだけ無駄だ。もう。マジすげえ嬉しい。ありがとな。それよりさっきはありがとな。そんなことないよ。あのままじゃ俺多分殴ってたし、そうしたらスキャンダルになってた。アルティウスのみんなに迷惑かけないで済んでよかったって思ってるからさ。でもごめんな、あんたまであんなことに巻き込んじゃって。ごめん、幻滅したよな。人を殴ろうとするなんて最低だ。しかも子供の頃の姿まで知られちまった。無理に慰めなくていいって。俺が悪いって俺が分かってるからさ。ああ、ダッセーな。俺、せっかく昔の場所でダンスしてるところを見せたいって思ってたのに。
ありがとう。そう言ってもらえてすげえ嬉しい。じゃあ一緒にハーブティー飲もうぜ。せっかくあんたが入れてくれたんだしさ。おーい、リアン。曲流れてるぞ。悪い。珍しいな。リアンが踊り出して失敗するのは。何かあったのか？ああ、いや、別に。話したくないなら、無理に言わなくてもいいよ。話したいならもちろん聞くけどさ。うん。サンキュー。じゃあ、今のところ、もう一回いいか？オッケー。じゃあ曲流すね。はーい。みんなじゃあ練習はここまでで。次、ラジオの収録に向かってもらっていいかな。おう、もうそんな時間か。うわ、マジか。みんな、俺今日、ミスばっかで、ほんと、マジでごめん。たまには、そういう日もあるだろう。気にするな。じゃあ、移動しようか。はーい。おっと、ごめん。ちょっと仕事だ。みんなは先行ってて。すぐに追いかけるから。了解。まさか。さあ、この間リアンが僕の分のプリン食べちゃったんだよ。ひどくない？はあ、全員分買っておいたやつか。そうそう、ちゃんと僕のだって付箋も貼っといたのにさ。リアン、都合が悪いからって無視しないでよ。あ、悪い悪い、今度ちゃんと買ってくるってば。そう言って、なかなか買ってきてくれてないじゃん。違う違う。固めプリンか、滑らかプリンか、どっちが好みかわからなくて悩んでたんだよ。遅くなってごめん。今はどんな感じ？ちょうど収録が終わったとこ。光る遅い。ごめんごめん、用事が長引いちゃってさ。次はこのままここでボイスレッスンだよね。そう、あと15分後かな。そっか、よかった。じゃあみんなは休憩しててもらって。うん。うん。ちょっと進展があってね。あ、そっか。二人に聞いてもらった方がいいか。もちろんいいよ。っていうか、一緒に来てほしい。
それでどうだった？ヤスとタクから連絡があったんだよな。うん、でも穏便に話ができてね。ちゃんと情報を出さないようにお願いすることができたよ。本当？あ、だから心配しないで、もう大丈夫だ。ああ、と言っても二人には連絡しないよう気をつけて。また何があるかわからないからさ。今後も昔の友人とかから連絡が来たら全部俺に任せてくれないかな。うん、そうだよな。うん、わかった。わかってもらえて嬉しいよ。ありがとう。じゃあ話はそれだけだから。面倒かけてごめん、ヒカル。でもあいつらの言う通りに金払ったってわけじゃないよな。まさか。大丈夫、心配いらないよ。心配いらないって本当かよ。ヒカルが嘘ついたり無理してないならいいんだけど、本当に平気なのかな。でもあいつらが簡単に引き下がると思えないし、金払ったじゃないにしても弁護士とかに相談してると思う。そうだよな。ごめん。俺、ちょっとネガティブになってた。うちのマネージャーが大丈夫だって言ってくれてるんだし、ちゃんとアイドルでいるのが、俺の仕事だよな。ありがとう。ということで、アルバム発売記念ライブをやろうと思うんだ。ライブ？新アルバムも無事好調だからね。ここら辺でもっとプロモを打ちたいって販促部に言われたんだ。いいかな？あ、乗り気じゃん。さすが、うちのプロデューサーだね。じゃあ、それ前提でこれからのスケジュール組むから、そのつもりでよろしくね。了解。楽しみにしてるよ。MV で見せた振り付けをライブで見せられるのは楽しみだね。あ、そっか。じゃあ、イントロの振り付け、もうちょいいじっていい？いじんの？ライブ向きの振り付け、思いついちゃったんだよね。
よし。じゃあ、ライブに向けたレッスンスケジュールを組んでおくから、後で確認しておいて。了解。ライブか。楽しみだな。うん。せっかくなら新しい俺たちを、みんなにも見せなきゃね。頼もしいな。反則用の撮影も入れなきゃいけないから、しばらく忙しくなりそうだけど、そのつもりでよろしくね。オッケー。はあ、早く振り付け確認しに行きたいな。じゃあ、今から練習しに行っちゃう？お、いいね。行く行く。じゃあ、スタジオに行こうか。相変わらずすごいな。じゃあ俺たちは、一緒にライブ演出の打ち合わせでもしてようか。え？ん？こいつはこっち。新しい振り付けも、プロデューサーには見てもらわなきゃじゃん？ダメ？じゃあ決まりね。もう相変わらず強引だな。じゃあ打ち合わせはまた改めて。みんな無理はしすぎないようにね。わかってるって。迷子になっちゃ困るでしょ。ねえ、なんでそんな優しいの？なんで俺の面倒見てくれんの？そうなの？おーい、リアン早く来ないの？あ、終わり！行く行く！じゃあさ、これからも、俺に優しくしてくれる？ありがとう。
ああ、結局リハーサルできなかったな。あそこをもう一度振り付け確認したかったんだけど。はあ、移動中寝すぎて眠い。おお、すごい人集まってる。ほんとだ。どんな人が来てくれてるのかな。ついに新曲の初お披露目だね。ようやく生で歌を届けられるのか、楽しみだな。ああ、完璧な姿を見せよう。え？いや、別に何でもない。ちょっとダンスの振り付けをイメトレしてただけ。もしかして、なんか変なメールでも届いた？ううん、別に、なんでもないんだ。ほんと。ならいいけど。ごめん、ちょい顔洗ってくるわ。すぐ戻るから。もしかして、あれ見ちゃったかな？あれって？さっきエゴサしたら、こんなのが出てきたんだよ。SNS の書き込みなんだけどさ。うん。でも、よくあるタイプの書き込みだよな。まあ、確かにそうだね。僕もよく才能がないとか、地味だとか言われてるし。ネットってのは好き放題言う場所だからね。僕は言われても気にしないけどさ。でも、さっきちょっとスマホ覗いたら、リアン SNS 見てたみたいだし、タイミング的にこれ見ちゃったのかなって思って。だが、普段から俺たちは好き放題言われているだろう。これだけで落ち込むとは思えないが。ま、リアンもプロだ。大丈夫だろう。お待たせー。じゃ、そろそろ時間だよな。何の話？俺、あんたの曲を完璧に表現してみせるから、客席でバッチリ見ててよ。ほらほら、みんな行こうぜ。そうだな、行くぞ。